本宮シダオスモーリンゼイヤオドラタは本宮シダ科のシダ植物の一つ。タンウジョウの葉は乾燥させると香りがある。小型の多年生草本。根茎は計1.5から2.5ミ、mm、リメートルで短く、横に這うのが普通だが、滑らかな岩の面に付着した場合などには細長く、伸びる例もある。輪ペンは赤褐色で長さ1から2ミリメートル、幅0.25ミ、mm、リメートル。 その先端側半分は、細胞が1列で、基部で、細胞は4列以下。傭兵は緑を帯びた藁色から、小紫褐色に色づき、基部では、暗褐色。傭兵の長さは6から20センチメートルで、断面は円形に近い。傭心は単部状に分かれ、その前傾としては強調楕円型から非心型になり、 長さは7から30センチメートル、幅は1.5から4.5センチメートルになる。色は黄緑色、端質はやや硬い角質。右辺の形は左右不対称ながら、ほぼ長大円型で、前側はまっすぐか、やや中央が膨らみ、後ろ側はやや中央がくぼむ。長さは8から21ミリメートル、幅は3から8ミリメートルで上部の右辺ほど小さくなっており、 いただき右辺ははっきり区別できない。右辺の葉脈は1から2回分岐して、互いに融合しない。なお、右辺の形は、クジャクシダにも似ている。胞子脳群は、右辺の後ろ側の円に沿って、長く繋がっており、途中、葉の円の切れ込みで区分される。一つの右辺に、そのような胞子脳群が2から6個あり、それぞれには、葉脈先端が2から6本入る。 包み膜は幅が約0.5ミ、mm、リメートルでほぼ葉の円につく。葉を乾燥させると強い香りを発する。これは糖類と結合しているクメリンが分離することによる。和名は元宮市田であり、本宮は和歌山県熊野ではなく愛知県の本宮山のことで本種の最初の発見地であると牧野は記しているが、林はこの名がいつからあったものか不明としている。 さらに、牧野はこの名が本来は、神鴨志田に与えられたものであったものが誤って、本種に当てられたものとしている。神鴨志田の方は、愛知県二和郡二宮の本宮山で採集された、ことによってその名を得た。彼はそのために本宮田の名を、神鴨志田に戻し、本種に対しては、偽本宮田の名を与えたと述べてある。ちなみに、薪野は1940年の図鑑では、 神賀茂氏だのこうで本宮氏だを正式の和名として記載しており、そこには和名元宮羊氏派発明を割り国丹波軍二宮の本宮さんに再利しよりこの句名区、これ一本宮氏だのましななり、今これを偽本宮氏だとこ、ベルハソの塔を説く、ものなり塔と本種の和名を偽本宮氏だとするべきとの主張を展開している。しかしこの和名が使われたことはほとんどなかったようだ。 実際にはその後に本州の方を本宮氏だとすることが一般に広まったために、後年の彼の図鑑では和名の欄では正式名を本宮氏だとしつつ別名として格好付きで偽本宮氏だの名を挙げている。よくよくややこしいことをするものである。岩槻編ではこのことに触れていつから本州がこの名で呼ばれるようになったかを定かでないとしつつ今から和名を変更して 混乱を招かないいい方が良いと書いてある日本では本州の紀伊半島南部、八丈島、九州の西部、南部などに知られるが、いずれもその範囲でも産地は限られる。国外では台湾、中国南部、ヒマラヤ地域から西はアフリカのローデシア、マダガスカル、東ではマレー半島やソロモン群島までの分布が知られる。川沿いの山林中など、 岩の上などに生える。本種は長らく臨税や属とされてきた。この属に日本では十一種前後が認められてきらしかしそのほとんどは本土以南の南西諸島などに見られる。分布域が比較的重なっているのは枝内本宮市枝枝枝枝にであるが、この種は葉が二回以上吹くようになる。また本種が山地渓流沿いなどの限られた場所でのみ見られるのに、対して この種の方がより身近に見られる。特に西国本宮品は本種のアッシュバリエーション、ジャポニカとしたこともあり、近縁であると考えられてきたが、今は独立種としている。本種が川床の岩の上などに生えた場合、成長の悪いものはごく小さな形となり、その場合にこの種に似た形になるが、区別点としては本種の法子農群が一枚の右辺上でもいくつかに、 区切られるのに対して、この種ではほぼ全体が一つにつながっていることが挙げられる。しかしながらこの属は、近年の分子系統による解析から見直しが行われ、本種を上記の学名に見るように別属とされることになった。それによると本家には従来は7属が含まれており、また臨前屋属はいくつかの不死セクションに分けられてきたが、本種を含むセクションお相撲臨前屋はこの属の他の、 不死より、むしろ別族とされてきた、ネッサリンゼイヤやゴザダケシダ族テイパイニディアムに、禁煙であるとの結果が示されている。そのために、これを独立族とする扱いとなった。上記の通り、従来から禁煙とされてきた最後か本宮シダも、この族に含まれる。また、本種には、ミキサイの別種が含まれていることも示唆されている。時として、 三野草の一つとして栽培されるが、難しい。環境省のレッドデータブックでは、指定がないが、分布域の各県で指定されているところが多い。以下、種として、岩月変長、P113 園芸植物大辞典、P2272 林、P59 牧野、P16 林、P59 牧野、P16、P45 牧野、 P932 愛川編著 P456 牧野 P16 P45 岩月編 P113 岩月編著 P113 岩月編著 P113 岩月編著 P113 岩月編 P110 林 P59 田川 P53 以下リトナエトール、愛川編著 P456 本宮市田日本のレッドデータ検索システムありがとうございます